いや面白いよね。うん、俺だってさ自分はあんまり撮ってなかったからさ、自分がこんなに撮ったの。そうですね。うん。これこそびっくりだよ。だからヒップホップとかああいうの撮ったってさ、うん、まさよしさんが踊ってないとか言ってがっかりするわ。下手でもなんでも、だから下手でもなんでも、そう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 、やってるとこみたい。だから別に上手くなったっていいわけな。下手な方が可愛いとか言って、かっこいいんじゃないんだ。かっこいいのを求めてんじゃないんだ。うん、面白いのか。かっこいいのを求めてんじゃないんだよ、本当に。かもしんないね、うん、かっこいい人いっぱいいる。だってかあんまりかっこよく撮ると面白くないわけ。でも自分がやってるのが面白いっていうんだからいいよね。ん？自分がやってるのが面白いっていうんだからいいよね。うん。あ、面白い。さっきなんかかっこよかったり、なんかうまかったりしなかったりしなかったし。つい直しちゃったし。だからそういうのよりも、だからやっぱね、リアリティが好きみたいね。手が出ちゃったとかさ、そういうの好きだよね。そう思うとそうだから、あとだから失敗とかさ、そうよな。ああいうなんていうのかな、イベントだってね、ハプニングは面白いんだな。やってる方は失敗したとか思って、そんな方が記憶に残ったりするかな。だってお茶やってるからな。お茶なんかはさ、本当にわざとらしいものを嫌うから、だからみんなすっごい緊張してさ、一生懸命やってる、すっげーウケるんだよね、見てる人とか。だから一番最初のお茶会のあの岩間くんが緊張しながらやって、手振りながらやって、その後拍手が起こったからさ、そんなお茶会なんて、それは感動する、うん、感動する。あれはもう多分一生のうちにもう一度しかないと思った。だからさっき言ったの、一生懸命っていうのがね、大事なんで、何に大事、そういうことはそうだな、うん、結局一番小さいと見ちゃったし、一生懸命一生懸命やってるから、ちょっと見ちゃう、うん、そうそう、一生懸命やってると絶対感動するからね、オリンピックとかさ、うん、なんだってそう。あとだから本当にテレビみたいにわざとらしいのって違うんだ、作られて、うん、そうそうそう、嘘とかさ、嘘が多いからだろうな。
ないよ、だってつい勉強しろって言っちゃうけど、うん、ほっとけばいいんだ。まあ本当はね、自分はこの、だって勉強なんかね、本当に前頭葉だからさ、本当に一番大事なのは脳幹鍛えるのが一番大事だから、本当は遊んだ方がいいんだよ。外でな、遊ばないもんな、うん、だからあれ、だからボール、だから俺は太陽に ブレードボードとか、あとはあのなんだっけ、あのピストルとか買ってやったりとか、あれは動物的感だからさ、うん、あれ乗れるようになったの、それ乗るボディーボードじゃなくてブレンドボード乗ってるじゃん、うん、あれ乗りながら俺駐車場入ってるのか、すごいね、初め乗れなかったでしょ、俺はそこ転んで、あれで脳が一番活発化するからいいんだよ、体幹、そうそう、体幹と脳幹、脳は脳幹で、本当はやっぱね、やっぱあの水の運動がいいんだってね、水、水泳とか、一番いいのはサーフィンなの、サーフィンが一番脳幹を鍛えられるから動物的感が強くなる、社長さんみんなサーフィンやってるじゃん、でも海がないからサーフィンできないよ、だからあれ買ったの、耳かきって気持ちいいじゃん、うん、あれの音とかってか取れない、あれの音取ってるじゃん、いっぱいあるよ、耳かきが一番基本だよ、そうそうそう、耳かきとシャンプーと一番基本、耳かきやってください、耳かきやってください、また耳かきとか本当に思った、自分が飽きたらダメだ、うん、前はただこんなのやってたら他の人飽きちゃうんだなと思ってた、あ違うんだ自分だ、それはなんかすごく、うん、そうね、そうかもな、うん、なんかね、人が飽きたら困る困るとか思っててさ、あそっか、自分
無駄だったよ。変化を求めた。うん。あ、実は自分。生放送が人気だとか。うん。生中継。生放送？生中継だけ。生放送？生。あのこうなんかコメントがこう出てくるのは何や、うん。あれだからコメント。ああいうふうにするのしてんの。してるよ。あれだってすげえ技があってさ。あれなんか面白い、ね。うん。あれなんだろうな。あれだって。俺だって結構大変なんだよ。そうだね、まあでも俺だからパソコン好きだから。好きだ。うん。だからあんまりああいう感じでできないんだよみんな。なんかかなりの技使ってる。うん。技も使ってるし、カメラだって広角レンズっていうすごいいいレンズ使ってるし。ちゃんが撮ったやつ良かったもんね。うん。3人が踊ったやつ。ああ、あれ良かったね。うん、でもだからもともと映画好きだからさ、うん、そういう場面をいっぱい見てるからさ、だからこうやって撮ったらこう撮れるとかさ、それでいつもだったら舞台に登れないわけじゃない。あれリハだから舞台に登れるから、舞台に登りながら撮れるっていうのはなかなかなんか面白いの。あれでね、一瞬でひらめくような感がどっかで見た景色、あ、だいたい映画見てるからさ。あとほら照明もいろいろ変えてたから、それが面白かったね。難しいのはさ、うん、これやってくださいって言われない、これ。あ、これも言われるよ。うん、これいいよ。だってこれだけの動画ある、いっぱいある。宇宙に飛んできそうなの。でも、これ、お葬式ですね。あ、死んだ人にこう、布かけて。でもね、だからね、本当にね、売れれば売れるほど文句言われるから、だから本当にあのスルー力は本当に勉強してるの。もうだって何万回キモいって言われる。でもそう言ってことはその人でも見てる。見てだからそれで最初にキモいって言ったら、それで見てる。それでも見てる。見てる。キモいって言いながら見てるのが分かんない。キモいって言うんだったら見なきゃいけないんだけどね。でもあれ、でもキモいと可愛いって一緒なんだってね。そうなの。だってキモいっていうのは自分で何だか分からないってやつなんだ。